なかったわけじゃないよ。俺これほど押してた。俺じゃあちょっとすね毛見てきますわ。見てきてよ。またそんなちょっとミスターブルックさん、すね毛を見せてください。そんな、あ、本当に見せてくれてる、いい人。生えてます。ちょっと違ってますよね、それは。どこ、あ、この辺に、うん、ケツペタかなんかに。ちょっと血芸を見てきます。あのね、まあ、コードのあるなしに関わらずですね、コードなくてもまたちょっと変わったことは起こることは起こるんですね。また会場の皆さんにお伺いしたいと思います。今ですね、いろいろこんなすごい機械のことまでですね、僕らは初めて目にしたわけなんですが、この状況で、ミスターマリックは超能力者であると信じてらっしゃる方はまたスイッチを押してください。どうぞ。やだ、激減しましたね。みんなどうした。この機械で随分威力があったのかな、そういう意味では。もう CM 明けにはゼロになってるよ、きっと。いや、少なくとも3つはあるから大丈夫なんだよ。あなたたち孤立するよ、そのこと言ったら。世間から孤立するよ。常識は常識として。真実を伝えないといけないのよ。伝えようとしてんじゃん、だから。違う、それが真実じゃないわけ。やっぱ超能力あんな機械とかそんなのは使わないもん。何もなしてきたんですよ。わかりました。この後 CM に続きまして、いろんなネタです進めましたね、今番組を。あんたの司会者じゃないんだから。これからますます盛り上げます。それでは CM です。どうぞ。ほら、まあ、あの今までにですね、はい、マリックさんはいろいろな不思議な現象っていうのを見せてくれたわけなんですけども、今日はですね、その同じような現象を、ナポレオンズさんとそれからユームさんがトリックとして、まあ、あの紹介してくれてるわけなんですが、はい、だからといってまあね、それだからといってマリックさんも同じトリックをやってるっていう結論にはまだね、ならないような気が僕はするんですけど、ね。まあ、確かにそうなんですが、うん、それとは逆にね、うん、だからトリックであるという可能性も同じぐらい残ってるわけですよ。いや、これからですね、マリックさんの大逆襲が来てあるに違いません。マリックさん、ね、ずっともう沈黙を守ってらっしゃいますけどね。もう余裕しゃくしゃくです。余裕しゃくしゃくのようにもね。さて、あのまたこちらの方に機械が運ばれてきたんですが、ユームさんにこれなんか、ご説明をお願いします。どうぞ、じゃあちょっとこちらに置いてください。これは何なんでしょうか。これはまあ、過去ミスターマリックさんがおやりになった超魔術の中から、いくつか決定的な瞬間が映ってますので、それを元にちょっと解析していきたいと思います。こちらに小さなグラスと大きなグラス、そして500円玉があります。私の左手をじっと見ててください。500円玉をしっかりと握りしめます。ご覧ください。に分けて見ていただかないとちょっとわからないんですけどね、かなり複雑なトリックの部類に入ってきます。よく見ますね、ユームさんが。ちょっと右手がちょっと怪しいですね。まずですね、注目していただきたいのはですね、こちら側の手ですね。こちらの手をよく見ていただければですね、わかるんですけどね。ほら、怪しい。ほら、ほら、何か掴んでます。ほら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 、何か掴んでますよね。確かにボタンのところから何かを掴んでますよね。ここがまず第一のヒントです。はい、はい、次にもう一箇所変なのが見えますので、あ、どれ、裏を通った。ここ、どれどれ、この辺りをですね、よーく見ていただきたいんです。何も映ってない。ちょっと待って、ハゲだよそれ。もう一回見よう、もう一回。いや、まだ映ってないんですよ。まだ映ってません。まだ映ってないです。こちら側からここなんですね。この手首の影あたりをちょっとよく見ていただきたいんですけどね。動いたよ、なんか。なんかちょっと動きますからね。ほら、あれ、何見ましたでしょ。だってそんなの毛虫じゃないんだから貼っていくわけないもん。なんか心霊写真みたいですよね。もう一回見ましょうか。うん、そうよね、貼っていくわけない。貼っていかないよ、そんな声が。これ毛虫かもしれないよ。そんなことないよ。あ、影みたいなのはなんかあるようにも見えますが、それでこれでどうなるか。これはですね、実は先ほどの500円玉がもうこれこの瞬間に裏へ行ってしまってる。手首の裏へ行った。ちょっと待って、お兄ちゃん、ちょっと待った。これはですね、ここどうやって裏を。そう、確かにね、気分があるわ。足も手も入ってない。実はですね、これはあの非常にあの特殊なあの高度なトリックで、なかなか手の毛で縛ってるのかもしれない。これはですね、この裏に実は本当は500円玉が入ってるんだというふうに、こうまず一つ前提があるんですよ。入ってるって人間の手です
ですよね。いや、裏側に来てるんですよ。この裏側にどうやって貼っつけてるの。宙吊りになってるということです。500円玉が宙吊りになってる状態だということ。なぜじゃあそういうことができるのかというのを今からもう一度ちょっと見ていただき、はい、次をですね、これ実はですね、これ今あのボタンのあたりをこう持ってましたよね、これ実はここから糸がこう出てるんですよ。糸ですか。はい、糸です。糸がこういうふうに来てこうくっついてるというふうに今考えていただけると。糸じゃないよ、見えない糸なんですけどもね。だからこういうふうに、だから手首を返した時に糸を引っ張りますと、コインがここからズル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 と出ていけるんですね。嘘だ、そんなだって絡んじゃったりするんでしょ。それがまああのテクニックですよね。テクニックですね。これはもう大変高度なテクニックなんですよ。嘘だね、はい、じゃあのコインがガラスの中からポトンと伝わるとあの別のトリックですね。それがまた不思議ですよね、うん、今下から来た、うん、本当に。今はちょっと巻き戻しましたから。ゆっほら下から来たわ。いや今下から、ごめんなさい、目の錯覚違う。じゃあ穴が開いてるわけですか、テーブルに。はい、テーブルにあのまああの貯金箱みたいな穴が開いてる。テーブルに穴が開いてるんですか。500円玉が出てこれるような穴が開いてるっていうふうに打ち出せるようなものが穴が開いてる。今最初にひらめいた数字をこちらのバラをお持ちの方から一つ一つおっしゃってください。2 5 3はい、そして3。ではご覧くださいませ。この封筒を破きましょう。もちろん中に小さな紙が入っている。じゃあ福富さん、この紙を、はい、順番に一つ一つ読み上げていただけますか。これ開けていきますか。はい、順番に開けてください。どうぞご覧ください。最初の方が2。最初の方は2が感じた橋です。これも設定的な瞬間が映ってます。どれ、アップにありますよ。ああ、親指が、そうですね、あれこの親指 が、 親指がこれはもうこれブレじゃないの、画面の。親指がちょっと太いよ。親指が怖い。親指怖いですね、これ。ああ、いや、太いよ、ちょっと。でも、太いからって何なんですか。細工がしてあるんじゃないんだから。これはちょっと太いというのが非常にまあ、ヒントになるんですけど。でも、指に細工してあったら、満足気がする。はい、今、先ほどの指をこう入れちゃいましたよね。うん、で、先ほど太かった指を封筒に入れましたよね。入れて、ごそごそやってから紙が出てきました。で、この後、この後ですね、指を見てください、マリックさんの。ほら、うん、もう普通に戻っちゃってるんですね。だからそれは一瞬、ブレた瞬間のあれなんじゃないですか、こうやって。まあ、だけど、でも指が違うからってどうやって当てられるの。そうよね、これ指が違ったって、番号当てるの大変じゃない。そう、大変だと思う。自分で書いて、番号を言わした時に自分で書いて、その中に入れちゃう、隠して、そんな手間が短い間にできますか。だけど書いて指のサックはめて、すごい作業ですよ。それがだからベテランの職人。でもここで見てんですよね。そうだよ。でいちいち書いて畳んで入れて指サックして、そんなことしてらんないよね。絶対そうだと思う。時間がないもん。今日はちょっとビデオがあまり編集されてますけども、実はこの演技に入る前、マリックさんというのは椅子に座ってるんで、一人椅子に座って、ずっとこういいじゃないですか、座ったって。もうそうなんです、うん、座っていいんですよ、うん、だからそういう作業をするチャンス早いんですよ、書くのが字、マリックさん速記も一級なんですからね。本当なんですから、ね、だけどすごくきちんとした太い文字で綺麗に書かれてあったから、 そこら慌てて書いたとも思えないしね。全然思えないわ。これはまあ、お上手ということ。まだあるんですか。この一本のタバコをじっと注目してください。そしてこの私の指から出るハンドパワーを見ててください。目に見えませんが何かが出てます。これはですね、まあ見ていただきたいところは今ちょっと出てます、画面に出てますけども、このあたり、これが白く抜いてますけども、この中に縦の線がスッとこうごくわずかなんですが入ります。ちょっともう一個見ていただきたいのは、マリックさんの、テーブルについてるこちら側の手ですね、はい、こちら側の手の動きをよく見ていただきたいんですけどね、うん、左手ですね、はい、ん、今ちょっと見えてますけども、このままの中に線がうっすらと白い線が見えませんでしょうか。確かにありますね。どこ、白い線が見えない、見えない、見えない。どこ、傷のようにも見えます。傷のようにこちらに見えますけどね、ここですけどね、ここですね、はい、ちょっと気しますね。糸か、これは糸なんですよ。糸だというふうに、まあもう完璧に糸じゃないかなと。で、この糸をですね、
引いていきますと、どこへ行くかと言いますと、これずーっと行くと、このこちらの手の方へ来ちゃうんですよね。なるほど。これをまず一つ、だからこれ糸はこう貼られ、こちらに貼られてる、実は本当はもうこういうふうに V の字に貼ってるんじゃないかなというふうにも思えるんですけれども、うん、これちょっと続きを見てみましょう、うん、ですね。で、今瞬間消えませんでした？消えましたね。消えましたでしょ？なくなりましたんですけどね、はい、うん、もう一回見ましょう、うん、はい、消える瞬間と、それとテーブルについてる手の動き、あ、離した、離しましたでしょ、あ、そういうからくりだったのか、はい、だからテーブルについてる糸をこうパッとこう離すと、糸がまああのテーブルの上をこうパッと払っていくような感じなんですね。ほら、小笛さん、うん、こういうマジックだったんですよ、明らかに。これはいや、でも俺そっちに座るわ。さあ、それではですね、今の時点でミスターマリックさんは超能力者であると信じてらっしゃる方、スイッチをどうぞ。これでゼロでしょう、ゼロでしょう、ね、まだ9人も、うん、9人、ちょっと手を挙げてください、9人の人。いや、だいぶ少なくなりましたですけどね、この後またどうなっちゃうのかということなんですけどね。とりあえずスペアですね、ミスターマリックの超魔術の真意は何か、そしてミスターマリックさんは超能力者なのか、これをテーマにですね、まあいろいろあのご本人を前にしてね、マリックさんを糾弾するという激しい番組をお届けしているわけなんですが、果たしてですね、この後どうなってしまうのかということなんですけどもね。こちらの逆襲の時が、実はですね、あの番組始まる前にマリックさんから僕は言われたんですけども、実はある実験をしたいと、はい、それというのは生卵とゆで卵を、つまり体から発するエネルギーで見分けたいというふうにおっしゃったんですね。で、それがあのその生卵が有精卵であればオーラを感じて、当てることができるはずだというふうにおっしゃってたんですけども、超能力ですよね。あのユーモさんがそのあたりをなんか、はい、一応きちっとこう用意して、はい、じゃあこちらお越しいただけますか、はいはい、すいません、金庫ですね、それはね。そうですね、はい、私だけしか中身は知らないんですけど、これはもう、はい、反対派のユーモさんが用意なさったわけですから、鍵もありますしね、はい、はい、いただきましょうか。じゃあちょっとマリックさんに出てきていただきましょうかね。はい、じゃあちょっとあれ、とりあえず僕がスプーンを、取らせていただいて。大丈夫か、はい、じゃあマリックさんを拍手でお迎えいただきたいと思います。拷問のような感じでね、あそこにね。じゃあどうすればいいでしょうかね、これね。私がそこに座って、はい、どなたか一人ずつ一個、まあ、頭の上に持ってきていただける。頭の上で分かる。頭の上で。じゃあゲストの方にそれはお願いしていいですかね。はい、どなたでも構いません、はい。はい、どなたでもいいですか。はい、じゃあマリックさんそこをお座りいただいて。ちょっとサングラス、目で見て分かるっていう人もいます。ゆで卵と生卵の違いは目でも分かるんですか。分かります。はははは。そのためにあの色を塗っていただくようにお願いしておきます。そうですね、今回はちょっと卵に黒い色を塗ってますので、はい、はい、見た目では分からない、見た目では分からないわけですね。じゃあ方法としてはマリックさんは目は、ね、私こっち見てますけども、まあ、念のためにできればこちらにあのアイマスクをね、もしございますので。いいんですか、これは。いいです、かけて、はい、よろしいですか。はい、ですよ。じゃあ失礼して、ちょっとないですよ、はい、ビビッとこないですか。大丈夫、大丈夫ですか、はい、これも見えませんね、はい、もしじゃあ開けましょう、はい、今目を閉じた状態で、見えない状態で今ユムさんが金庫を開けます。はい、ここに入って、はい、入ってますね、はい、黒く塗ってありますね、はい、黒く塗ってます。じゃあこれちょっと出しちゃいますね、はい、もう金庫、結構もう金庫を、いいですか、はい、はい、ちょっと不気味ですけれども、はい、それに、はい、はい、じゃあこれをお一つずつ選んで、ちょっと適当に選んでいただければ、はい、じゃあ、 あの適当に選んでいただいて結構です。どなたからいきますか、はい、俺は全然わかんないな。西田さんからいきますか。いいですか、はい、はい、それでこれはどうしたらいいのかな。そのままじっとして上にかざすだけでよろしいんですか、はい、はい、マリックさんの頭の上にかざします。え、触らないの。動かさないでじっとしてみましょう。卵をこう横向きにこういうふうにこう近づけていただけますか。まっすぐでなくてこう横向きに。まっすぐだっていうのがなぜわかるの。そう、それが水平だよな。それでいいです。すごい。ちょっと回していただけますか。
ちょっと今の状態のものを横へどいて、もう一個比較させていただきます。どの他の卵もいいわ。他の卵、じゃあ東さん、はい、反対派の東さん、ちょっとまだかざしてていいんですか。ちょっとよくわからなかった。今と同じようにこう回すんですか。まだじっとしててください、はい、で髪の毛に触れない程度にじっとしてください、はい、できるだけ近づけるんですね、はい。もう一度西田さんの、今2つとも頭に、あ、すみません、全然今全く反応がないです。はい、すみません。全くあのこう生きてる波動が全然伝わってこないです。波動？あのパックごとちょっといいですか？パックごと。残りのやつですか？はい、これ生が何個か。はい、何個か入ってます。え、パックごと頭の上に。はい、すみません。ちょっと比較させてください。ゆっくり動かしてください。いいですか、マスク。どうもすみません。あ、はい、全部これ、死んでますね、これ。これ、生卵が入ってないんじゃないですか。入ってます。全部ゆで卵。いや、違います。数はいくつ、まあ、何個かということは、まあ、とりあえず知って。私にはこれ全部ゆで卵。全部ゆで卵としか見えないんですけど。割ってみるんですか。なんかボールがあれば。じゃあ、こちらにボールありますんで、はい、こちらで割っていただきたいと思います。割ってみましょうか、はい、これ全部ゆで卵？これ割ってみてください。あ、ゆで卵、ゆでですね、うん、はい、あの石のような、へー、あ、ゆで卵、あ、本当だ、ゆで卵ですね。ゆで卵、これも割っていいですか？全部割った、全部、へー、ですよ。あ、生ですね。あ、これは生でした。カードにありました。うん、生だった。うん、これ一番角に、うん、これちょっと一枚、はい、じゃあこれは、あ、これも生、生卵、うん、今どこにありました？ここにありましたね。これは真ん中ですね、卵はね。じゃあ割りましょうか、全部、うん、あ、これはゆで卵ですね。じゃあこれは真ん中にあった卵です。はい、真ん中ですね。これはゆで卵、うん、じゃあここをね、はい、ちょっと端っこ、あ、これもゆで卵、ゆで卵多いですね。これですよ、ここにあったやつ。あ、これもゆで卵ですね、うん、これね、あ、これ生、生ですね。生は3個入ってたんですけどね、うん、あのちょっと今見せてもらう、やっぱり死んじゃいますね、これ、うん、あ、塗ることによってですか。イオンさんはきちっとしたサンプル作っていただいて、はい、うん、あの私がお願いした通りで、これはあの呼吸しなくなっちゃうんですね、これ多分、うん、もう少し、あの、じゃあゲストの方は席の方にちょっとお戻りいただきたいと思います。まあ、あのちょっとこういうものサンプルすごく難しいですね。本当に難しかったです。そうですね。さあ、それではですね、ここでまたあの会場のお客さん100人に伺いたいと思います。今超能力者マリックさんを超能力者として信じてらっしゃる方はスイッチを押してください。スイッチどうぞ。まだ3人、ね、3人だったらもうこの3人だけですね。そうだ、か、うん、ということになるんだ。ただゆで卵を頭に隠したやつは全部ゆで卵でしたから、うん、それは信じてる。そうですね、それはそうですよ、ね、でも頭の上に全部かざしてないですか。あれはバッグに入ってたもん。バッグに入ってて、ぐちゃぐちゃ。ここでですね、実はマリックさんにあの内緒であのある実験をですね、させていただきたいということなんですが、その実験というのはあの人の脳波を受信することができるかという実験で、であのその対決する相手はスタッフの方が用意させていただいた超能力者の方で、そういう形なんですけども、マリックさんやっていただけますですか。今ですか。はい、よろしいですか。いいですよ、はい、であの今日ここに会場に100人いらっしゃいますが、その中からどなたかを選んでですね、生年月日を当てていただくと、その方の、
はい、それをやっていただきたいんですけども、それでその生年月日の当て方なんですが、今までマリックさんがやってたのとは違う形でですね、その方に紙に生年月日を書いていただくとかそういうことは一切しないでですね、それで単にテレパシーでその方の生年月日を当てていただきたいということなんですけども、まあね、よろしいですか。はい、ということなんですが、さあそれではですね、その超能力者の方でございます、こちらでございます。北辰院丞相、10歳の時人の心が突然見えるようになったという。その透視力は神に与えられた特殊な能力なのだろうか。9月8日サッチャー女子との対談の席では、人類が抱えている大きな問題、環境破壊について熱く語り合った北辰院丞相。はい、それでは北辰院丞相さんのスタッフでお答えください。お二方は面識はございます？初めてですか。はい、北辰院さんは、まあ、僕も超能力者というふうに伺ってるだけなんですけども、うん、どういう能力でそこら辺その生年月日を当てたりはできるわけなんですか。人にはそれぞれね、全部気というものがあるわけですね。その気をですね、使うわけですけどもね、人間が脳の中にね、記録しておる、その記録を気で吸収しようっていう。だからみんな人間はですね、大内小内に全部超能力なんですよね。ただそれが開発されてるか、それともされてないかで違うわけで、そのあたりの考えというのはマリックさんはうなずいていらっしゃいますけど、そんなに差はないですか。誰も思ってるというところは全く。ああ、そうですか。はい、さあそれではですね、この会場100人の方がいらっしゃるわけなんですが、この選び方ですけども、まあ、マリックさん流にですね、バラを投げて選ぶか、それとも東さん、じゃあこれを私が投げて、ね、まあ、反対派ですか。反対派ですから、ね、イカ様なしです。はい、これ辺に行きましょう。反対派から後ろ向かないでないですよ。はい、いいですか。今メガネの女性に当たりました、ね、メガネの女性に当たりました。はい、はい、このメガネの女性、証明なさるものはあります？自分の生年月日を今免許証か何か前もって伺っておきますけど、保険証とか免許証とか、なんか小さい頃ありますか？小さい頃もらった症状とか、はい、それでは一つお立ちいただきたいと思います。ちょっとドキドキするな。これドキドキしちゃうな。俺本当にね、イカ様なしですからね、八百長っていうかね、信じられない。できるの？分かられたら一つお手元の紙にですね、その方の生年月日をお書きいただきたいと思います。黙ってた方がいいんですか、静かにした方がいいですか。ちょっと静かに。そうですね、北辰院さんがお書きになりそうです。なんかすごく寒い感じがする、うちのせいかなって。北辰院さんはもうお書きになりましたですね。それでよろしいわけですね。はい、はい、結構です。ちょっと、はい、ちょっとパスさせていただきます。あ、そうですか。全部はい、わかりました。じゃあ、はい、北辰院さんから見せていただきましょう。はい、マリックさんパスされました。このように10月16日というふうにお書きになっていますが、それでは言っていただきましょう。大きい声で生年月日をおっしゃっていただきますか。月日ですけどね、これね、とりあえず38、10月16日。
ごいな。これはすごいね。なんだろうな。証明書どうですか東さん。あ、ほん。ここだ。あ、合ってる合ってる。それも東さんなんか怖いですね。ちょっとでもマジにさっきねスタジオがシーンとした時ねライトの熱とかそういうのも一切飛んだ感じがね、まあ中野さんが一瞬言ったんだけどそんな感じありましたけど、ここも受けましたから。さあそれではマリックさんだけもう一人じゃあのどなたかまた選んでいただいてちょっと挑戦していただきたいと思います。大丈夫ですかマリックさん。一人でちょっとやらせていただいて。一人でですか。はい、ちょっと行っちゃいますね全部ね、はい、じゃあまた同じようにやりますか。どうしますか。あ、どうぞ。じゃあ福沢さんがやりますか。私やらせていただきますか。福沢さんが、はい、じゃあ日本テレビを代表いたしましてですね、やはりあタレントさんがされるとね若干の疑惑が残りますけども。私は反対派で何にもこれは本当に皆さんテレビをご覧ください。何にもやらせますから今のは社員がやればね、社員の方が疑われるわ。あ、そうですか。まあ、そんなことジャストミート。私は誠実な人間ですからね。ジャストミート。そう。じゃあどなたにジャストミートするかというとね。ベイ。ベイ。当たった。あの女性かな。まあ、あの女性ですね。あ、じゃあ失礼いたしましたと思う。すいません。はい、怒ってらっしゃいませんよね。あ、じゃあちょっとお立ちいただけますか。す証明するものはお持ちですか。厚生年金証明書ですか。はい。生命が出ますか。大丈夫ですか。ちょっと確認していただきましょう、はい、ありますか。大丈夫です。小さい頃もらった自分で。はい、じゃあすいませんけどお立ちいただけますでしょうか。じゃあマリックさんの方に一つお気持ちを注いでいただければ。じゃあ花持っていただきましょうか。ちょっとすいません、うん、お願いします。それで生年月日の数字を今のことね、それだけを繰り返してイメージする。